最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気に後続がやってきた。サマーソワレ必死に追います。ウィンターメモリーズ迫る。やはり強い北の淡路、北の淡路大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはゲームオンデュード。しかし後続の足色もなかなかいい。ゲームオンデュード迫る。ワイズダン迫る。最内から一気にワイズダン。ゲームオンデュード、ゲームオンデュード1着、2着にはどうやらワイズダン。ゲームオンデュード、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立った。肩のコロナ突き放しにかかります。後続は大きく離れた。2番手はスパークカット。肩のコロナ今ゴールイン。段違いの強さです。肩のコロナ1着、2着はスパークカット。勝ったのは肩のコロナ。さあこれからです。ここで先頭に立った。トランセンドあと 200m。 先頭はトランセンド。カカノセッツシ必死に追いすがります。カカノセッツシ追いすがります。やはり強いトランセンド。ベスタマッタ、ベスタマッタ1着、2着にはどうやらトランセンド。見事に勝ちました。ベスタマッタ、トランセンド、わずかの差で勝利を逃しました。
最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のパドトロワ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エイシンフォワード、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてエイシンフォワード行きました。パドトロワこれに続きます。力はレッドスパーダ、好位置をキープしています。カレンちゃん、その外にガルボ、ラッキーナイン、そのうちに続いています。その隣にスプリングソング、ダッシャー5-4、そのうちに続いています。力はマルカフェニックス、その外からアーバニティ。さあ先頭はロケットマン、ここで先頭が入れ替わりました。カレンちゃん、ロケットマン2番手に控えました。パドトロは3番手。さあカレンちゃん、このまま逃げ切れるかどうか。カレンちゃん先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 カレンちゃん先頭だ、残り 100m。 一瞬で追う。カレンちゃん2番手はグリーンダービー。カレンちゃん1着、カレンちゃん完勝。カレンちゃん1着、2着はグリーンダービー。カレンちゃん春の高松宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はホームカミングクイーン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はホームカミングクイーン、ホームカミングクイーン、先頭残り 200m、 先頭はアルスイス、残り 100m、 アルスイス先頭、片野圭佑追いすがります。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。イルーシブ・ケイト1着、2着は微妙です。勝ったのはイルーシブ・ケイト、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、トレジャービーチ前に行きそうです。ジュピターゲイリン、それに続いています。さらにはデインドリーム、10番ソーユーシンク、その後ろサラフィナ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からジュピターゲイリン先手を取りました。並んで16番トレジャービーチ、内からはバークフォース、ミッドデイ、そのうちに続いています。並んで11番グーラデン、デインドリーム、この馬もこのグループ、すぐ後ろにジャンベルメール、並んで7番パールアセット、すぐ後ろにブルーバンティング、その隣にセントニコラスアビー、最後方にサラフィナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。10番ソーユーシンク、先頭から最後方までおよそ10馬身、目止めのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのはソーユーシンク、その外からトレジャービーチ、内からはバークフォース、その外からイルノダムール、その外にジュピターゲイリ、さらにはドゥーナデン、並んで5番ミッドデイ、黒の帽子、片野青ちゃん、いい位置につけました。すぐ後ろにパールアセット、その外からジャンベルメール、オレンジの帽子、キャンタノロジスト、その後ろ、その隣にブルーバンティング、さあ先頭はジュピターゲイリ、まだ粘っています。2番手はトレジャービーチ、グーラデン3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジュピターゲイリック、先頭1馬身から2馬身のリード、2番手はトレジャービーチ、先頭を捉えるか。片野青ちゃん、まだ後ろ、懸命に前を追っています。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 ルノダムール、先頭一気に片野青ちゃん、ルノダムール、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。セレクトキャスター前に行きそうです。続いて花形コシミズ、その隣にストーミーダンジュグ、肩のカリーナ、好位をキープ、肩の名神すぐ後ろ、その後ろにソーエミネンス並んで8番スピニングキッド、内からはアーバンメイク、しんがりからゴールドダスト、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番花形コシミズ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、2番肩のカリーナ、2番手を追走、ピンクの帽子セレクトキャスター、その後ろ、さあ先頭は依然として5番花形コシミズ、2番手は肩のカリーナ、これは絶好の手応え。セレクトキャスター3番手肩のカリーナ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカタノカリーナ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はカタノ名神、カタノ名神先頭、2番手はカタノカリーナ、カタノ名神先頭、2番手はカタノカリーナ、カタノ名神今ゴールイン、段違いの強さです。カタノ名神1着、2着はカタノカリーナ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはカタノ名神。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってカタノ東北、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はフェデラリスト、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 カタノ東北先頭だ。残り 100m、 カタノ東北粘る、ウィーラーシップ食らいつく、カタノ東北大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったニアビランデリ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 先頭は放線上だ。残り 100m、 リフトワールピサ抜けた、放線上だ、追いすがります。リフトワールピサ、リフトワールピサ1着、2着にはどうやら放線上だ。これが G1 馬だ、リフトワールピサ。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ザゴラ頑張れるか。カカノアワジ出まる。ザゴラ食らいつく。カカノアワジ1着。カカノアワジ1着。2着にはどうやらザゴラ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノアワジ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はロイヤルデルタ。カカロコビーナ必死に追いすがります。カカロコビーナ迫る。一気にカカロコビーナ、ロイヤルデルタ、ロイヤルデルタ1着。2着にはどうやらカカロコビーナ、勝ったのはロイヤルデルタ。見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はフランケル。カカロスターレット、まだ後ろ、ちょっと厳しい。外から一気にタンフォードクリス。フランケル、フランケル1着。2着にはどうやらリワイルディング、勝ったのはフランケル。見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 カカノフルキャ、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はハンセン。カカノフルキャ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。カカノフルキャ1着。2着はスピンドッキー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カカノフルキャ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きなダウクではありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。スマートバーリン前に行きそうです。スタチェリータそれに続いています。さらにはギャラントフローリップ、1番ホワイスオーバー、その後ろフリーディデュール、オ
後方に控えました。各馬サンターニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から見てみましょう。スタチェリータ先手を取りました。これに続いてスマートバーリン、その外からジオポンティ、その外にウィニングシュタイ、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはスタチェリータ、ジオポンティ、それに続いています赤の帽子スマートバーリン、その後ろ好位置をキープしています。タタノトーホク並んで14番シンフォニーフォーエバー、ウィニングシュタイン、すぐ後ろその隣にギャラントフローリック、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭からスタチェリータ先手を取りました。これに続いてスマートバーリン、その隣にジオポンティ、その外にシンフォニーフォーエバー、好位置をキープしています。タタノトーホク、その隣にギャラントフローリック、その横にウィニングシュタイン、コートビジョン、この馬もこのグループ、その外からグロリードラマ、並んで12番ミッキーキャッシュ、その後ろからはグワイスオーバー、その隣にソシアルシャンデリア。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はスタチェリータ、2番手はタタノトーホク、絶好の手応えです。ジオポンティ3番手、さあタタノトーホク、このまま逃げ切れるでしょうか。先頭変わってタタノトーホク、あと 200m、 タタノトーホク余力は十分、さらに引き離していく、後ろタタノトーホク、2番手はグワイスオーバー、タタノトーホク1着、タタノトーホク完勝、タタノトーホク1着、2着はグワイスオーバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。タタノトーホク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイズガン、これはいいスタートを切りました。ゲームオンデュード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはゲームオンデュード、さらにはインターマインド、14番ネイルトリック、その後ろペルシアンダンサー、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。ゲームオンデュード先手を取りました。すぐ後ろにウェルアームド、キングドゥ、その位置に続いています。並んで5番インターマインド、タタノセルシオ好位をキープ、その隣にブラッドアウト、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。キングドゥ先手を取りました。インターマインド、この馬もこのグループ、ウェルアームド、すぐ後ろタタノセルシオ好位をキープ、緑の帽子ゲームオンデュード、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からキングドゥ先手を取りました。さあ先頭は依然として3番キングドゥインターマインド、ほとんど差がありません。3番手にタタノセルシオ、絶好の手応え、タタノセルシオいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキングドゥ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングドゥ先頭、あと 200m、 先頭はゲームオンデュード、ゲームオンデュード、先頭タタノセルシオ追いすがります。ゲームオンデュード、ゲームオンデュード1着、2着にはどうやらタタノセルシオ、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。Thank you.
はどうやらナサニエル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。型の透明、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウラバタバトラー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ウラキング前に行きそうです。ブラウンウィッシュそれに続いています。さらにはタガバタバトラー、10番ノアワールド、その後ろサンドラルゲー、どうやら後方からの競馬、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。先頭に戻りましょう。タガバタバトラー先手を取りました。ウラキングそれに続いています。クラーベセクレタすぐ後ろ、その外にロッキーリバー、黄色の帽子スイートブライド、その後ろすぐ隣にノアワールド、その横にストーミーダンジェグ、ブラウンウィッシュ、この馬もこのグループ、すぐ隣にダンシングロード、すぐ後ろにリード3号ハル33、そのうちに続いています。その隣に西のスパーク、アイレフラッシュすぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてタガバタバトラー、ロッキーリバー、ほとんど差がありません。ウラキンコ3番手、さあ肩の間巻き、前を捕まえられるかどうか、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。タガバタバトラー先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 タガバタバトラー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。肩の間巻きかわす、肩の間巻き、もう一伸び、肩の間巻き、ゴールイン、肩の間巻き、1着、2着にはどうやら七夕バトラー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは肩の間巻き。コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエスコアールシチ、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 エスコアールシチ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は肩のコロナ、エスコアールシチ1着、エスコアールシチ完勝、エスコアールシチ1着、2着は肩のコロナ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはエスコアールシチ。ザローレル、ザローレル、さあ手応えはどうか。
残り 200m ゴールドシップ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はエアフレームゴールドシップ、この馬で決まりか。ゴールドシップ独走、ゴールドシップぶっちぎりです。ゴールドシップ1着、2着はエアフレーム、これは桁外れの強さだ。ゴールドシップ。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のスマイルジャック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いを飛び出したのはアーネストリー、綺麗なスタートを切りました。アーネストリー、この辺りも前へ行きます。アーネストリー釣りかけていきました。内からはフリーターン、その外から東証フリーク、内からはキングトップガン、その外から浅草キングス、その外にアドマイヤハーバー、緑の帽子タタノアドマイヤ、いい位置につけました。その外に名村クレセント、ピンクの帽子スマイルジャック、その後ろすぐ隣に昇竜ムーン、その横にダークシャドウ、モンテクリスエース、この馬もこのグループ、すぐ隣にブラックシェル、その横にスマートギア、ポケッタブル、この馬もこのグループ。内からは中山フェスタ、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。さあ先頭は東証フリーク、アーネストリー、ほとんど差がありません。フリーターン3番手、カタノアードマイヤ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はアーネストリー、アーネストリー先頭、2番手は東証フリーク、懸命に追いすがります。あと 200m、 先頭はダークシャドウ、アーネストリー必死に追いすがります。ダークシャドウ先頭、2番手はカタノアドマイヤ、先頭はダークシャドウ、1着でゴール。ダークシャドウ1着、2着はカタノアドマイヤ、見事に勝ちました。ダークシャドウ、カタノアドマイヤ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.
します。